どうもです今日はですね依存せず自由をえー、っとですねあのー、まあ人間ねこう、まあ、生きていく上でというかこう生活する上でというか、えー、やっぱり何かにはこう依存はしてるんですけどもそのね依存しているものを少なくすればするほど自分が自由を得られる。 状態にになななるんじゃいいかなという,ふうに思っておりますだからこう、まあ、意識的にというか、まあ、僕はだからその依存度が少なければ少ないほど自分の自由度は増すなっていうのはこう感じていてですねその例えばですね僕はあの30歳ぐらいですかねの時に、えー、禁煙を成功させたんですけどもそれまではですね1日に60本から100本。 えー、多い時100本5箱ですね5箱吸ってたんですねで少ない時でもまあ560本は吸ってたというそれを毎日こう続けててそのまあ言うたらタバコに依存してた状態だったんですねでタバコに依存してるとですね、えー、タバコが残り少なくなってくる、えー、本数が少なくなってくるとちょっとねえー、不安というほどではないんですけどちょっとこう落ち着かなくなる状態になる。 そしたらそのコンビニに行って買いに行く夜中でも買っといて朝こう十分吸える状態にしておくというようなことでこうタバコに依存することによって自分がそのねタバコにコントロールされてるんですね結局そのタバコがないとちょっと困るというかそういう状況になってしまうのでですねその タバコをもし吸ってなければ何も考えんとそこは自由なこと自由な時間だったんですけどタバコを吸うことによってですね、えー、タバコに縛られてですねその夜中にコンビニに買いに行かなければいけないという状況になるというところでそのまあ依存症がどうこうとかいうことじゃなくてですねそうやってタバコに依存することによってやっぱ自由度は減りますよねやっぱね。 だから僕はタバコを30何歳で30歳ぐらいですねや、えー、めた時にあだいぶこう自由が広がった感覚はありましたねやっぱりその残り少なくなった時にカットかなあかんっていうそのなんか縛りみたいなものが消えたんでだいぶこう自由度が増えてで自由度が大きいその高ければ高いほど多ければ多いほど、えー、僕はその幸福感というか満足感というかそういうものがこう 高くなるるように感じるんですねそういうものが高くなってるのは自由度があるかないかは僕に,対し僕に関してはですね他の人は違うかもしれないんですけど僕に関してはその自由度が高ければ高いほどやっぱりその幸福度が増すんで。 その自分の自由を縛るものに関してはですね、えー、徹底的にこう戦っていくというか排除していく状態にはこうしていくんですけどもで、えー、タバコに関してもそうです例えばお酒でもそうですよねお酒を例えば毎日飲むとそれが習慣になってるとですね、えー、お酒が少なくなってくるとカットかなあかんなとか。 思ったりとかです、ね、そのお酒に時間を使うことによってですねそのお酒の時間っていうのはですねその、まあ、楽しい時間でもあったりはするんですけども結構無駄なんですよねそのほんまに何かを成し遂げた時に飲むとか、えー、僕の場合のようにですね週2日だけチートでん時にそのご褒美として飲むとかね、えー、そういうぐらいの時間にし,しとくといいんですけども。 毎日その飲むと例えば2時間毎日2時間飲むとか1時間飲むっていう時にですねそのやっぱりそれは依存してる形になるしほんでアルコール依存症っていうそういう病気もありますしですねその毎日お酒を飲んでる人はたまにねこう、まあ、お酒は好きで飲むんやったらそれはそれで人の勝手なんでいいんですけども僕はこう毎日飲んでた時もたまにチェックしてましたね。その えー、どれぐらいに1回かなちょっと忘れましたけど自分がこうアルコール依存症になって飲まないとそのいけない体がそういうもんがなくなるとこう禁断症状が出るような状態になったら嫌やなと思ってですね一、えー、回今日は飲まないと決めようとして飲まないようにしてますそういう日を作ってましたねほんであ飲まへんと決めて飲まへんことができるということは依存してないと。 まあ,まあ、あのそれでも毎日飲んでるんである意味依存してるところはあるんですけどもそれで自分を安心させてたというところがあるんですけども今はね週5日飲まないで2日間飲むっていう生活をするとですね、えー、逆転現象というかその飲む日はもちろん楽しんで飲むんですけども飲まない日っていうのが、えー、結構心地いい状態にこうなっていって。 聞きました、ね、ほんでそれはそのお酒に縛られてないんでですね自分がその時にこう,こうシラフというかそのすっきりした状態でこういろんなも,ものに臨めたりとかですね、えー、お酒に頼らずリラックスした時間を過ごすことができたりとかですね、えー、そういうことができてるということでやっぱりその,、えー、その依存しないということがね、えー、結構自由を得ることになると。 と,いうところでこれはまあアルコールタバコいうのは分かりやすいんで今ちょっと説明させていただいたんですけど他いろいろありますよね依存するということであると例えば人に依存していたりとかですね、えー、基本的には独立した状態になっていた方が自由度は高まるんで僕の場合幸福度が上がりますただねその自由度上がるとですねやっぱりその どううですえー、っと安定というか安心というかそういうものは、えー、ちょっと少なくなる、えー、安全というかねそういうものがちょっと、えー、依存してる状態の方が、えー、より安全であるんかなと安全というかねこの今この依存に関してはアルコールとかとタバコの依存とはまたちょっと違うんですけども例えばその。 野生の動物とですね、その飼われた動物がありますよね。で、どっちが長生きするかっていうと、えー、飼われた動物なんですね。飼われた動物の方が、えー、安全なんです。だからどういうんですかね、その感情的にも他のことでもその安定感がありません、ね。毎回食事は食べられるで休むところがあるっていう状態っていうのを がこうこう安全でこう長生きできるんですけど野生っていうのはいつ食事が食べれるか分からへんしいつこう敵に襲われるか分からないその代わりその野生の動物っていうのは自由なんですよね。 でそれもその人間で言うと当てはまるところがあるんですよね。で僕なんかも自分で商売してるんでわかるんですけどもそのサラリーマンであるとですねそのこれはサラリーマンが言い悪い、えー、独立は言い悪いっていう話ではないんですけどもサラリーマンやと一応その安定してますよね。だからその長生きできるというかその安心感を得られるんで長生きしやすいんですよね。ただそそそののの独立してるるととでですねそのやっぱりいろんんなことあるんでその やっぱりそれサラリーマンでももちろんあるんで,すあるでしょうけどもそ,のそれ以上にちょっとこうしんどいこう負荷がかかってくるそのいつその飯が食えなくなるか、えー、売り上げがどうなるかっていうのはすごく分からない状態という、えーまあ、大きく分けたらそれはサラリーマンの人も別に関係なくそういう危険みたいなリスクはあるんですけどもそのリスクの大きさでいうとやっぱりその独立してやってる方がやはりこう。 危険度は増しますねリスク度は増しますただですねあの自由度も増します自由度も増しますだからどっちが自分にとってこう えー、居心地がいいかっていいいいかとうこででで選んんけばいいんですよ、ね、そのその時の状況もありますけどもでも結婚してるせいは僕はその独立するせいへんの理由にはならないと思います。というのは結婚しててもちゃんとどそっから独立しはった人もやったし、えー、そういうことを理由にしてんのはそれは、えー、本質を見てないということですね。その自分がそっちの方が居心地がいいからそこにいるっていうことになると思います。うん だから独立したいけどいろ今の状況やったらできないっていうのはただの基本的には言い訳になるかなというふうに感じております。それは自分が望んでいるところはどこにあるかということですね。僕は自由度そのその辺をこう望んでいるその代わりいろんなことと戦わないいけない状態には、えー、なりますけどもそっちの方がいいだから僕なんかはそのまあ、健康にはすごく こう気をつけておりますねその分ねいろんなことでこう、うん、リスクが大きいんでね、えー、健康はしっかり保つようにその健康さえ保っていればですね、えー、何もでも挑戦できるんでですね、えー、致命傷を負わない状態でこうやっていけばこうなんとかなると思うんで。ということで、えー、今日はちょっといろいろもっともっといろいろちょっとこう思うところはあるんですけども、えー、もう時間になりましたんで。 今日はこれで終わりたいと思います。ということで、えー、依存せずに自由を得るということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。